どうも皆さんこんにちは、つぶりです。マシです。何すかその挨拶。というわけで本日は美容師系 YouTuber の小野田マーシーさんとね、コラボさせていただくわけなんですけど、今回はフォークマンにドッキリをしたいなと思いまして、今あっこにいるんですけど、今あの状態で聞かれてない状態なんですけど、フォークマンにはフォークマンの髪の毛をどれだけかっこよくできるかみたいな企画をするって言って、今俺がどんな感じでかっこよくするかオーダーするって嘘ついてるんですけど、今回はこちら、これはですね1日だけ金髪にする用のスプレーなんですけど、これをちょっとフォークマンに目隠しさせて、これファーって振って髪の毛染めちゃったドッキリをね、したいなと思いまして、これを普段これ見た状態でやられたら、ああもう洗い流さなきゃって感覚になると思うんですけど、はい、この美容室でプロの美容師がこれをやったら100信じるんで、しかも今高校生なんで、もう明日には直さなきゃいけないっていう危機的状況になって、多分相当焦ると思うんで、今回は髪染めドッキリやっていきたいと思います。はい、おい、何しようやん。ビビッ、いいよ、あかっこよくオーダーしといたから。本当？でもマジで良くなるよ、本当。この芝生みたいな髪、芝生じゃないって。目隠しするわ。はい、ったり雑見える？見えん。マーシーさんお願いします。はい、お願いします。髪の毛かっこよくなったらまず何をしたい？好きな子にどう？気色悪い。じゃあ着てきます。いつもはもう結構短い9ミリと3ミリをうまく使って、なんか GA カット。GI カットって何ですか？ほら、伝わらないじゃん、やっぱり。ギリギリ2ブロみたいな。よくその状況でギリギリ2ブロって言えたな。マジさ、これ切る髪の毛あります？そうっすね。スプレーで固めてきます。何すかそれ、いいですか、ちょっと動画紹介してもらって。あ、めっちゃいいスプレー。こんなん見たことない。え、どんなの？高級。え、全然つけるだけで違うわ。かっこいいですね。え、お前意外とかっこいいぞ。いや、お前のかっこいいよ、当てにならねえから。え、マジマジ、ほんとに。え、これかっこいいっすよね、普通に。いけてるいけてる。マーシーさんがやるな、ほんとだ。うわっ、あー、もうほんとに嫌い。結構使うんですね。その髪の毛に時間かけられたことあるか？ないないない。え、すごっ！かっこいい。待って、めっちゃ気になるけど、これ。どうですか？お、いい感じですね。お、すごい。どんなん、どんなん？カッコがいい。え、すごい。マジ？うん。マジマジ、ほんとに？ワンチャンモテる。パリピっすね。いや、痛っ。おい、ほんとに痛い。じゃあ、そろそろ目隠し外させますか？じゃあ、ポークマンさん。目隠し、外してください。いけ。うわぁ。見て。でもほんまかっこいいで。いや、そうだけど。明日学校じゃん。マーシーさんに何とかしてもらいいや。え、どうぞどうぞ、どうするの？どうやためぐるぐる。できるこれ。おい、どうすんの明日俺。大丈夫大丈夫。何度になるって。だから洗い流したら落とせるやつだから。なんだよ。もう焦った、マジ。ほんとに声楽とか食らいたくないから。マーシーさん今からブリーチ用意してもらってガチで染めるんで。オッケーでーす。よくない？